右はアウトの部屋だから外壁側か。ちょっと待った、なんか見落としてるかもしれない。50秒。今俺たちのいる部屋は建物裏側と左側に面している。角部屋。ゲームのクリア条件は建物の外へ出ること。だから外に通じる死のドアを開けたくなる。でも確か隣の建物との間に隙間は全くなかった。もう一方の正のドアは女子高生の死んだアウトの部屋。なんでビルの裏側に通じるドアがない。何か見ようとしてる。何か。俺たちが通ってきた部屋に仕掛けを作るスペースはなかったはず。だとしたら、グズグズしてらんない、みんな死んじゃう。姉じゃ開けらんねえだ。それは勝手にあんたが押し付けたんでしょ。つまり女子高生が死んだ部屋は正方形じゃない。じゃあこのドア。このドアを開けた先にもう一つ別の部屋がある。4、3、2、1。